堂さん、おかげさまでゆっくり休むことができました。では踊りの北西角に別れを告げて、この道を進んでいきましょう。今11時半になりました。では進んでいきます。しばらく歩いていると、この四つ角から急に下り坂になります。かなり急です。踊りもこの急斜面に沿って作られたということです。ここで道は突き当たってしまいます。この先も踊りが残っているはずですが、お、ちょっと待ってくださいよ。ここに階段があります。マムシに注意って書いてある。行けるんでしょうか。あ、ここにため池、これはお堀を利用したため池ですね。こちらがおどい。あ、確かにおどいです。ちょっと行ってみましょうか。いや、ここは無理ですね。ちょっと左から行ってみますか。いや、ここもかなり草ぼうぼうじゃないですか。いや、もうどちらも草ぼうぼうだったので、もう諦めました。もうしょうがないです、普通の順路を探しましょう。はい、ここになんか階段みたいなのがあるようですね。行けるんでしょうか。お、なんか公園みたいになってますね。ちょっと降りてみましょう。あ、果たして抜けられるんでしょうか。こっちに行くしかないな。ちょっと行ってみましょう。公園を出て右へ進んでみると、左側にまた道があって、あ、お墓が見えます。昇善寺ですかね。こちらから昇善寺に行けないでしょうか。ちょっと行ってみましょう。上がってみます。ここにお墓への入り口がありました。ここから上がってみましょう。どこに行くんでしょうか。昇善寺は現れませんね。こちらはまだまだお墓と、あ、その向こうに踊りが見えます。踊りがそっくり残っています。そして右もお墓、この真ん中の道を下がっていってみましょう。はい、この坂道を降りてきました。そしてここは左はお寺じゃないですか。まだ出て左へ歩いています。お、この左側踊りじゃないですか。あ、雨で崩れたのか、シートで補強
補強というか応急措置ですね、応急措置がされています。まあ、金網で中には入らないようにされています。史跡お堂という看板があります。こちらにお堀の跡地もありますね。ここはお堀の跡地です。こんな感じでこの辺がお堀で、こちらが土塁です。大宮交通公園までやってきました。この左側ですね、この公園にも踊りが残されているそうです。大宮交通公園と書いてあります。では行ってみましょう。この土塁が踊りですね。確かに、なるほど。お、踊りの説明看板まであります。いいですね。ちょうど今はここですね。ちょっと踊りに行ってみましょう。そしてこの踊りのお堀部分に降りてきました。ちょうどここはゴーカートのコースになっているようですが、このゴーカートのコースあたりがお堀だったはずです。ですからこのあたりはもっともっともっと深くなっていたと、そのように思われます。踊りの終わりですね。大宮交通公園でした。ではこの公園を出て、今から踊りの一番北東角、北東の屈曲点へ向かいます。この道も踊りに沿った道です。この道の右側がかつて踊りだったと思われます。では進んでいきましょう。向こうのこんもりした遠くの林のところは、堀川通り、そしてもう鴨川の河川敷でしょうか。そしてこの右側がお堀だったはずです。ここは今暗渠になっています。若狭川という川が流れているようですが、もしかしたらお堀を転用したものでしょうか。ちょうど私の歩いているところが踊りのお堀のあったところです。ではどんどん歩いていきましょう。堀川通りに近づいてきました。ごくごく一部だけ踊りが残っているところです。史跡ですのでフェンス内に入らないでください。とはいえ、たったこれだけ残されているわけです。もともとは全部、史跡指定されていたのですが、この堀川通り開通のために踊りは破壊されてしまいました。そして分かりやすくするためにこのような台形に成形して保存されていると。史跡踊り、そうですね、台形になって保存されているわけです。堀川通りを渡ってきました。先ほどの暗渠ですが、結構水量も多いですね。この若狭川をお堀代わりに転用したといったところだったんでしょうか。そしてこちらにも史跡踊りという石標が立っています。ほんのちょこっとだけ踊りが残されています。では
鴨川べりの方に行ってみましょう。タウンという巨大なイオンモールのあるところにやってきました。ここもこれが南北の正式な地割りですが、南北を無視した斜めの道があります。これも踊りの痕跡です。では進んでいきましょう。指名通りを越えました。この道は戦時中の疎開のため幅が広くなっています。さらにもともとここには琵琶湖疎水の日線が作られていました。それもあってか浸水公園として整備されています。では指名通りを越えて再びこの斜めの道を入っていきましょう。町2条の交差点に来ました。この交差点の南側のこの建物が日銀京都支店。この建物のあるところから高瀬川にかけて一帯が住之倉良医の邸宅でした。高瀬川を開削した住之倉良医一族が住んでいたところで、その後住之倉一族は踊りの管理も徳川幕府から任されるようになりました。ここが踊り管理の拠点だったわけです。では引き続き河原町通りを歩いていきましょう。3時25分から河原町三条の交差点にやってきました。ここは京の七口の一つ、東海道の起点ですから、京の七口の中でも最重要な口だったと言っていいでしょう。そのためここもこの辺り
土塁に口が開かれていたということです。